皆さんこんにちは、久保田美優です。今回は私が7月に行きました京都ならバスツアーの様子を少しだけ皆さんにお届けしたいと思います。ここはですね、1日目に行きました京都の松樹院というところです。風鈴がたくさんあってめっちゃ綺麗でした。今これはカメラマンさんに撮影してもらってるところです。この映像はちなみにマネージャーさんが撮っといてくれてます。場所変わりまして、ここは松樹院の中にある猪目窓っていうところです。可愛いですよね、ハートの窓のこと。あざとい顔してあ、直してる。2日目は奈良もちゃんと観光しましたよ。鹿にね、せんべいあげたりしました。あとはいろんな寺とか神社とか行きました。すごく楽しいバスツアーでした。ご参加いただいた皆さんはありがとうございました。ちなみに次回は静岡。